栗田出版販売株式会社は東京都千代田区神田神保町に本社を置き出版取り継ぎを営んでいた日本の企業出版取り継ぎ業界では日本出版販売当反大阪屋に次ぐ第4位の売上高を誇っていたしかし2014年度の売上ベースで見ると上位2社の10分の1以下で第3位の大阪屋と比較しても2分の1となっていた もともと大手の手が行き届かない小回りを聞かせた、取り組みを進めていた点を活かして生き残ったが、出版不況に苦しむ中、旧本社の売却やリストラ策を進め、大阪屋との業務提携を強化し、物流の合理化を行っていた。2015年6月26日、東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請し、負債総額は約134億9600万円。 なお、同時続けで大阪屋が出版共同流通との連携による再生支援の表明を行った。この民事再生法適用は事前に大阪屋によるスポンサー支援や日本出版販売の連結し、会社である出版共同流通の支援を取り付けたプレパッケージ型であり、これが一部の債権者の不信感につながった。同時に反発を招いたのが業界の監修による 返品処理方法であり、出版元に送られるはずの返本が破綻後は、民事再生法の手続き上、大阪屋経由となり、返本による出版社側の債務と破綻前の繰りた出版販売向けの債権は、相殺できず、出版社は、弁債率で、カット後の債権分しか回収できなかった。2016年2月1日、大阪屋の100%出資し会社である、 株式会社栗田が栗田出版販売の出版物、CD、DVD 等の取り継ぎ事業に関する権利義務の一部を九州分割で承継。同時に称号を変更して栗田出版販売株式会社を設立代表取締役社長には大阪屋の大竹深尾社長が就任した。また、生産会社の旧栗田は商号を株式会社 KRT へ変更し、旧 クリタの山本隆秀社長が生産人に就任した。同年4月1日、クリタ出版販売を存続会社とする九州合併により、大阪屋の権利義務全部を承継して、株式会社大阪屋クリタが設立された。2020年10月13日に株式会社 KRT の解散を広告。1918年6月に、 岐阜県北方町出身の栗田拓也が栗田書店として創業。1941年5月に戦時統制により日本出版配給に統合されたが、第二次世界大戦後の1947年2月に独立、再開業し、翌1948年6月1日に法人改祖した。1953年以降、福岡、大阪、 札幌に営業所を開設。1974年10月15日に社名を現在の栗田出版販売株式会社に改称した。2007年に山戸運輸よりブックサービスの経営権を取得して子会社化したが、2015年4月に楽天へ上都した。2008年5月に大阪屋との業務提携を発表。2009年11月に共同出資会社である 株式会社を k g を設立し、書籍、雑誌の新刊発送業務を移管した。ピーク時の1991年10月期には701億7900万円の売上高を計上していたが、出版不況による売上高の減少が続いて6期連続で赤字を計上し、2014年9月期決算で売上高329億3100万円、2億6200万円の 赤字を計上1億9700万円の債務超過に転落した。2015年6月26日に東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請して事実上倒産した。2016年2月1日大阪屋の100%出資し会社である株式会社栗田が栗田出版販売の権利義務の一部を九州分割で承継して称号を クリタ出版販売株式会社に解消。旧クリタは称号を株式会社、KRT へ変更した。2020年10月13日に株式会社、KRT の解散を広告。ありがとうございます。